こんなんあんねんって。阿弥陀丹。이게좋은데이제나중에좀10년20년전재개발되거나후르고났더라얼마나이제난리난리다난리난리다이르응저거네흔에이뻐이래てる와채널등록よろしくね한국관련채널의아이코리아유です今回は韓国のマチュピチュ、韓国のサントリーニと呼ばれるカムチョンムナマウルに行ってきます。え、그런데저희가더워갖고그냥이렇게사진만딱딱딱딱찍고여기드라이브같이차를기다려주시면고마운데괜찮으시겠어요？아그럼요。아그럼요。제음료수드릴게요그때같이。タクシーの運転手にお願いし、カムチョンムナマウルに行きます。その周りのフォトスポットにも行ってみるので、ぜひ参考にしてみてください。現在の韓国のタクシー基本料金は4800ウォンでした。コモトホテル。カムチョンムナマウルは山の上にあることもあり、行く道の傾斜がすごく体感できました。体感の傾斜は45度ぐらいの気持ちでした。窓から見える坂道の手すりには各々の家のミニチュアがたくさん並んでいますね。そうこうしているうちにカムチョンムナマウルに到着しました。지금까지들었잖아어머너무죄송하다아미송당 BTS 아미とはまた違う意味の아미송당でした可愛いな감천감천아可愛い감천문화마을こちらがカムチョンムナマウルの入り口です。定休日は特にないので天気のいい日にはぜひ寄ってみてください。観光する面積は神戸の北の偉人館ぐらいの面積ですかね。今からぐるっと一周したいと思います。日差しが強く天気も良かったのでドリンクを一杯購入してから歩きたいと思います。お手洗い困ったらここにあります。スイカジュースは1杯5000ウォンと日本と物価がほとんど同じですね。食べてみーって意味はモゴバーン。モゴバーン。これが아주メインや。で、ちょっと上に올라가고。うん。앞에촌。더물건들이많이생겼어。韓国人と外国人の観光客の比率は1対3ぐらいですかね。カムチョンムナマウルはもともと人口が減少していたのですが、建物にペインティングをして都市再生に成功した例として残っています。みんなでやらんでさ減ったんだ。プサンのビザパスで、ハンボックや制服のレンタルもすることができます。
한번 마실래요? キャンドル作りやペイントアートなど旅行の思い出を形にできるようなお店がたくさん並んでいます。귀여운게많네。근데그뭐지一つ一つ足を止めて見てみると結構楽しめるところがたくさんあります。個人的におすすめはこちらのジフフォトストアです。あ、懐かしい。ますよって言おうか。ところどころがフォトスポットになっています。コロナ前に来た際にはなかったジョングクとジミンのペイントです。カラフルなレゴが積み重なったような町、カムチョムナマウルです。コロナの影響もあり、テナント募集中の建物がいくつかありました。こちらも新しいフォトスポット、アイラブカムチョンです。現実でこんなに視野の中がカラフルなのは初めてかもしれません。フォトスポットも 3,4 分待つと撮れるぐらいなので、ぜひ記念に撮影してみてください。ブラックピンクアイスクリームって。カムチョムナマウルでおすすめはジフフォトストアはこちらです。あ、次ね、パラパラ漫画と動画の両方を思い出にすることができるのでおすすめです。次におすすめはこちらのジミンとジョングクのフォトスポット。ここは外せないですね。記念のものを作りたいなら1万ウォンからできるこちらもおすすめです。
運勢。観光地には必ずある運勢占いですね。恋愛運、恋人運、ねえ、うし、とら、う、たつ、み、だって。おぉ、がーあるで。ハートのチャムルセ。ハート型の南京錠をかける場所もありました。チャンネル登録よろしくね。ここからはタクシーの運転手がおすすめしてくれるフォトスポットに行きたいと思います。カムチョンムナマウルまでせっかく山の上に来ているならぜひ寄ってみてください。今から向かう場所はヌリバラギといって、釜山を一望できる展望台に行きたいと思います。カムチョンムナマウルから車では6分、徒歩では31分の距離です。あれ、ヨンドゥ山公園やで。あれが。うん。すごい。あれ、ロッテモールや。これがロッテモール。なんか、レゴみたいじゃない？見えるかな？あれ、茶会寿司じゃんやで。お、ぽいね。うん。赤いサトンで。赤ファッション。はん。けど、여기터미널。かぼいね。おじかとん、こげ、강안。강안이。こく、どこに안쪽이지。ちょちょい。ちょちょい。はし건너서。ちょちょい、강안리。わぁ。よぎて、ぴょぴょんこいね。うん。かぼいね。와부산몇번와도이런건처음봤다이르무조건이흔히이뻐이래지르와今回私たちはパンスターというクルーズで大阪から釜山にやってきました。船旅で釜山に着いたこともあり、この景色を上から見ることができて本当に良かったなと思っています。せっかく山の上のカムチョンムナマウルに来たのであれば、ぜひ車で6分、徒歩31分のこちらのヌリバラギ展望台寄ってみてください。釜山は日本でいう福岡ですね。いつもご視聴ありがとうございます。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。